こんなところに出るとは。これで逃げ切れたかな。なあちゃんもう疲れた。おっと、これ以上は行かせないぜ、C。フローアームブラスト。さすがに俺のことは知ってるか。先代としては嬉しいぜ。従来でのいざこざでもうしばらくこっちには戻れないと踏んでいたが、あっちも確かにまずい状況だが、ひとまず弟分に任せておいた。頼りになる後輩がいるってのはありがたいことだぜ。俺たちの行動を読んでここで待ち構えていたのか。誰なのこの人。予定になかったけど、ラーちゃんの届け先だったかもしれない人。でも2年前の内戦以来そう名乗ったことはないから候補から外したの。それで肖像権でも主張するつもりかね。もしくは名誉毀損とでも。そうしたいところだが、こっちとしてもちょっとした黒歴史でね。その仮面を見たら思わずぶち壊したくなるんだよ。君のあれよりはセンスのいいデザインだと思うのだが。そういうのは本人が一番分かってないもんだ。後になって絶対に頭を抱えたくなるぜ。ご忠告ありがとう。君の負けだ。いや、時間は十分に稼いだ。俺の勝ちだぜ。クロ、どうしてここに。やっぱりあの C は苦労じゃないんだね。時間をかけすぎたか。話は後にしてくれ。まずはこいつらを倒すぞ。はっ、行かせません。さすがに4対8は厳しい。そこだ。待ってたよ。もらった。やれやれ、こうも早くバレてしまうとはね。あっ、やっぱり。また成長したな、ユーシス。リーン君たちも。兄上、ルーファスだ。おいおい、こりゃさすがに予想外だぜ。クロスベルにいるはずじゃ。ルーファス元総督、いえルーファス新総統、どうしてあなたがここに。残念ながらその肩書きは私のものではない。どういう意味ですか、兄上。あとは自分たちで考えたまえ。私にも私の宿題があるのでね。来たか、ちょうどいいタイミングだな。撤収だ。ちょ、何するの。レディーの扱いがなってない。スーちゃん。あっ、待って。飛行艇まで用意しているなんて。クソ、準備良すぎだろ。ルーファスさん、最後に一つだけ教えてください。カレイジャス2をオリバルト殿下夫妻をかどわかしたのは本当に兄上なのですか。いいや、私はあくまでその事件を餌にさせてもらったに過ぎない。餌。殿下たちは一体。カレイジャス2の行方を知りたければノルド高原に行くといい。それはどういう。それでは諸君、次に会うことがあれば、そうだな、クロスベルの地で。